まあ、教科書にあるような1から 1.5 メートルって言ってたんですが、実際に、これを実験の舞台に選びました。私たちのプロジェクトの目的はですね、この旧石器時代の人たちが、まあ、どうやって海を越えたのか、それはどのように難しい挑戦だったのかというのを、知りたい。そのためには自分たちが体験するのが一番まあ早いというか、それしかないだろうということで、古代船を復元して、実験公開をするということを、考えています。という、そういう難関の海を越えて、この琉球列島上に人が3万年前にはいるというのは非常に驚くべきことであると思います。ですが、そこで話を終わらせにしないで、そのチャレンジがいかに難しいかということを、まあ、理解したい。そのために彼らがどんな船を使って、まあ、どういう航海をしたのか、その謎を解きたいというのがこの実験です。まあ、逆に言うと祖先たちは渡ってるわけですから、そういう問題を彼らはまあクリアしてるんだということになるんですね。まあ、それを僕らができるのかと、それをやることによって祖先たちが何をしたのかを知りたいというのがこの最後の挑戦になります。ですから到達の可能性はありますが、本当にできるかどうかはやってみなければわからないというのが私たちの素直な実感です。子どもたちからいろんな声をもらってるんですけど、例えば早く挑戦が見たいって言ったり、僕はいけると思うよとか、黒潮に負けないでとかですね、いっぱいそういう応援もらってます。まあその通りになればいいな、みんなの期待を、まあ、裏切られないようにってなくて、むしろ期待せよって頑張りますっていうふうに思ってます。